続いての質問はこちら、はいえー、最近までは火星探査の話題が多かったのですが、うん、ここに来て月の有人探査にアメリカ、ロシア中国が積極的に乗り出しているようで具体的な計画も発表されています、うん、なぜここに来てこの動きが活発化しているのでしょうか。 月面のエリアの動向と関係しているのでしょうか。飛鳥先生に情報をお聞かせいただければと思います。まあ、一つは中継基地なんですね。中継基地。はい。うん、まず月に中継基地を作って、そこで、例えばの話ですけど、まあ。まあ、あく、あくまで、例えばですよ。はい、地球から打ち上げた、例えば有人探査機って。 まあほとんどもう第1段目のロケット第2段目のロケットでもどんどんちっちゃくなっていって先っぽだけがこう飛んでいくって感じじゃないですか、えー、そこは月にパーツをどんどん送り込んで月で組み立って、はい、そこからいくと非常にこうなるほどうん月軌道上で組み立てても構わないし、はい、極端なこと言えばねなぜかそれでいくかというと月にはもうたくさんの水があるってことが分かったから。 さああ水がありますよ元々氷天体なんだから、はい、表層っていうのは表っていう時間に氷っていう味もあるからねだからもう水 H2O が山ほどあるわけですよでこれもうアメリカがもう発表しましたからね軍が海軍がねこれからはアメリカの最新鋭の戦艦空母その他はプラズマでそうなんですよで海水で動く はあ、もう石油はいらないだからもうロックフェラー切り替えたんだもう時期が来たからだろうない海水をプラズマの熱で水素と酸素に分けてその水素を使って稼働させるからエネルギーが無限なんてことでもうこれもうアメリカ海軍に政治が発表しましたからね<う>みんな知らなかったらちょっと遅れてますよううそうですかあのいや何にというかっょっと水があれば、ええ、氷があれば、うん すごいことでできるんですよもう月はその塊だからロシアもアメリカもそれも十12分の分かってることなので、えー、中国までまあ中国はもともとパクリ大国なのでパクリは所詮パクリですよだって中国の海軍の航空母艦なんか役に立たないですよ全然あれ爆弾いっぱいつけたら着発艦できないんだもんこ,これでしょ すこもんですからね。いや、で、よ、船酔いするし、あの、中国海軍って、いいですか、はい